W48-155mm 角砲弾核砲弾は弾頭に核兵器を搭載した砲弾のことである。冷戦期に作られた戦術核兵器の一つ。核兵器の小型化が進んでいない時代にアメリカ合衆国で最初に作られた核砲弾は1952年からハイビーが進められた W9 核砲弾である。 口径が 280mm もある巨大なものであり、専用のアトミックキャノンと呼ばれる可能法により発射されるが、その巨大さゆえに運用が困難であった。W9 核砲弾は W19 核砲弾に更新されたりしたが、核兵器の小型化とともに1957年には 203mm 砲向けの W33 核砲弾が実用化され、 1963年には 155mm 砲向けの W48 核砲弾の部隊配備が開始された。戦術核兵器として中性子弾頭の W79 から0核砲弾も開発された。このほか、アメリカ海軍もアイオワ級戦艦の16インチ砲向けに W23 核砲弾を開発、配備している。冷戦後のアメリカ合衆国は、 戦術核兵器の前線配備を中止したため、核砲弾は配備されていない。核砲弾の実写試験は一度のみであり、1953年5月25日にアメリカネバダ核実験場で行われたアップショットノットホール作戦の一つ、グレーブルにおいて W9 核砲弾が実験された。1953年に行われた W9 核砲弾の実験、 M65 280mm カノン砲で発射。核出力は広島に投下されたのと同じ1 5トン m 6 5 280mm カノン砲。ありがとうございます。